ょ、みんな見て。すごい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 。すごい体験をしてます。おはようございます。朝の4時15分ですね。今日カスタラゴット、ヌビ君の結婚式と。インドのカスタラゴット。たまたま隣り合わせのお客さんが日本語ペラペラ。お名前はムビです。ムビさん。しばらくインドにいるんですか。遊びに行ってもいいですか。本当。全然。レグス2日ぐらいに結婚式あるから、よかったら聞いてください。それはお友達の結婚式。自分の。チャンギ空港のフラグを回収ですよ。そうですよ。待ってろよ、ムビ君。はい。さあ、マンガロール着きました。ここから車で2時間弱ほどでカスタラゴットですね。さあ、カスタラゴット入ってだいぶ南国っぽい景色になってきております。ここそうなんじゃない？ひょっとしたら。これはそうだね、そうだね。そうだね。おお、すごいよ。すごいね。さあ、行きましょう。いいね。行きましょう。わお、すごい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 。はい、こんにちは。はい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 。帰って後ろみんな見て。すごい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 。みんなが見てますね。はい。はい、こんにちは。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、おめでとう。ありがとう。Thank you for inviting us。すごいね、大人気ですよ。芸能人と始めたんですね。ありがとう。こんなところに座っちゃうんですか。すいません。すごい、すごい、たくさんの方が見てらっしゃる。偉い方みたいでしょ。そんな機会はないです。そんな機会ないですよ。YouTube name? すごい数の人ですよ。見てください、JQさん。一通り儀式が終わって、これから夕ご飯の時間だそうです。あ、何をしてもらったかというと、今ですね、あのインスタグラム持ってるから、持ってるよって言ったら見せてくれた、僕のフォローするのかと思いきや、彼のも登録させられました。いいじゃないですか。いいですね、いいですね。ありがとうございます。これもご縁です。ロミも楽しそうだね。モテモテじゃないですか。ロミさんもなぜかモテモテ。嬉しそうですね、ロミも。こんな感じです、我々。不思議な環境ですね。すごいありがたみを感じる。南から入ってさ、北まで行って、またはるばる今回南に戻ってきた甲斐があったね、これね。これは本当に貴重な経験させてもらってますわ。ね、ありがとうね。ありがとうね。ファティマ、ファティマ、ありがとうございます。JQ Quest。エラロ、オッケー、ミックスオンだけ。あるな。そうね。はいはいはい。このウェルカム感、だって何者でもないじゃん。何者でもない。いや、なんか人種を超えたりカルチャー超えてこんなになんか幸せな気分になるの最高じゃん。あ、本当だ。あれがインド映画の映画。そうなんだ。すごいね、すごいね。ありがとう。これも食え、あれも食えってすごいですね。ありがとう。てんこ盛り、ありがとう。もう大丈夫だよ。じゃあ行ってきます。エラエルカサラウチドルテセイサンゲ。ちょっと待って待って、これやってください。これはもうお願いします。はい、オッケー。ありがとうございます。
OK? バブマン。キン肉マンのエンディングの歌を歌わせていただきます。よろしくお願いします。はっちゃめちゃ忙しい、スーパーヒーロー。キン肉、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 ミートくん、ガックン。ありがとうございます。大したもんだね、盛り上げたり心掴んだね。Thank you. どうでしたか今の歌は。めちゃめちゃ上手です。ありがとう。明日もデイジーの結婚式があるから。明日もぜひなんかよかった、もうメインの結婚式も見させていただいて。はい。そうだよね、できる限りいたよね。そうね。いよいよステージはですね、本格的な歌詞が来るような準備が始まっておりまして。つまるところ、JQ さんはマイクテストの役割だった可能性があります。ナイスソング、ナイスソング、バザバザ、いい歌だね。よかったと、ちょんちょんと、よかったよと。安全、言語も超えて、言語も超えて盛り上げましたね。ありがとうございます、ありがとうございます。はーい、何ゾクゾクやん。みんな釣りたがるね。イエーイ。JQ の YouTube について私も友達になるんだわ。はーい。みんな見てるね。たくさんの人が入ってね、いますね。JQ がメインになっちゃってます。主役食っちゃいかんですよ。そう、主役食っちゃいかんですね。そうですね。ムービー君にも確認して大丈夫ですか。いや、ありがとうみたいに言ってくれたから受けてます。サングラスかけただけでもかけられて成人と何か勘違いされてるね、これはね、もはや。いやー、まあ、ここついて何時間か分かんないけど、もう4時間は寄りますね。圧倒的な体験をしております。そうですね。はい、YouTube channel? YouTube channel? Yeah. Oh, yes, yes, yes. This is that one. Sure. 全部味わってる感じがするというかさ、もうすごい偉い人、うん、すごい芸能人。でも JQ さん、有名人は名前聞かれないんですよ。あなたの名前はって何度も聞かれましたよね。有名人は名前聞かれることはないはずです。これからなるんじゃないかと俺は思った。錯覚したね。マイオーディエンス。どうですか。いや、踊り切った感想はめちゃめちゃ汗だくです。はい、ということで今ですね、予定なかったんですけど、我々ムビ君の部屋に止めさせてもらうという状況になっておりまして、はい、疲れ切っているムビ君を捕まえてですね、JQ さんがサインかけた。なんかムビ君のメッセージに何かと。メッセージもかけと。いや、Thank you! Thank you! Thank you!ありがとうございます。また明日。また明日。明日頑張ってね。頑張ってね。頑張りましょう。おはようございます。おはようございます。今日のムブ君の事前情報だと、で、奥さんの家にみんなで行くっていうイベント、すごい楽しいよと、ぜひ行けって言ってくれて、明日、長くこれ、たどり着けないんじゃないかっていうことで、昨日ロミが一生懸命フライトを探して、なんとかですね、今の計画だとギリギリナグプールに向かえるじゃないか。ひょっとするとバンガロールの空港で夜を過ごすことになるかもしれません。もう全然いいですよ。もちろんもう全部さらっていこう。全部さらっていきましょうということで、はい、いよいよもうこの旅もフィナレーと向かっておりますね。大エンディングって感じが。そうですね、大エンディングっぽいよね。このね、結婚式とそして大回収祭とっていうね、本当だよ。すごいよ。すごいことですよ。はい、今日も頑張っていきますので、ましょう、はい、よろしくお願いします。さあ、朝から第5室を
振動の変化を試させてもらった上にこんなご質問で用意していただいて朝からそのことを発覚しまして、はい、今日まあこれから奥さんの家に行くんですよね、うん、で奥さんを迎えてこっち連れて帰ってくるじゃないですか、うんうん、その時にムリ君と奥さんが連れて帰って泊まるのが見られる我々が止めさせてもらったあの部屋ですね早く片付けろ早く片付けろとお前今日新郎が新婦連れて帰る部屋にお前ら一緒に出て散らかしちゃって早く片付けろ早く片付けろとこれが今日から新婦がお泊まりになる部屋でございます温めとく温めすぎだよこれは温めとくもうこの山頂を見たら俺が新婦だったらねちょっと考えると思うねありがとうございます何人ですねこちらの言葉で言う何人さあ、あ、ここっぽいですねさあ、ムビ君は到着したんじゃないかなすごい音してるよすごい音してるよ拍手かねと1時間ぐらいなので、うんそろそろどうなるかちょっと気になりましたがまあちょっとお嫁さんの顔だけは、はい、ぜひ奥さんの顔は先生はい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 シンプさん全く読めないね何が起こるはいではこんな風になりますねThank you so much Thank you so much for, Sorry for bothering you That's not a problem Yes 宴を後にします何追いかける